桂木文子は日本の女優である。本名は増田由紀である。井上正夫のサイレント映画に1917年に出演し、日本の映画女優第一号と呼ばれた花柳木美よりも2年早く映画女優となった人物である。1878年7月29日、東京府東京市芝区に増田由紀として生まれる。旧姓。 東京音楽学校を卒業する。二27歳を迎える1905年から、分子劇の舞台に上がる。井上正雄の主催する東京、有楽町の有楽座での女優劇や、井上が制作した、連鎖劇等に出演する。1917年、小林喜三郎の小林商会で、井上が主演、監督する映画、独創に出演し、映画界にデビューする。 同作は、天音勝、日活向島撮影所との三者協作で、桂木野の演じた、汚染の役は、天音カッパンでは、東武雄、たけお、日活向島版では、二島武松が演じていた。当時の映画は、歌舞伎の影響下にあった、時代劇も、新派の影響下にあった現代劇も、いずれも、 男性俳優が務めるお山しか出演しておらず、井上の映画もお山を排してはいなかった。進撃運動の流れから19、1919年、帰り山のりが監督し、花柳晴美が主演した、宮山の乙女まで、お山が混在しない、女優の登場する映画は存在しなかった。1929年、松竹蒲田撮影所に入社する、 翌1930年2月22日、浅草公園6区の帝国館で公開された、清水博監督、立田静江主演のサイレント映画、更新在ありに出演した。すでに満51歳となっていた桂木野は、同作では、主演の立田の母親役であった。1936年の大船の移転まで、鎌田で多くの宿女、母親役を務めた。 大船移転後も同様であるが、1941年には、小畜大船撮影所が、中華電営と共同制作した、渋谷美監督の、桜の国にも出演した。第二次世界大戦末期の1945年にも、佐々木康監督の、乙女のいる基地、東方に移籍していた、成瀬美夫監督の、33剣道を通しや物語、に出演したが、 同年8月15日の終戦日の4日後、同年8月19日に成去。満67歳遺没。ありがとうございます。